公認会計士税理士の白岩です。静岡市の駿河区で会計事務所の代表をしております。今回は化粧水を買いましたというようなお話をしたいと思いますが、化粧水買いました。こちらです。ルシート化粧水、40歳からの乾燥、小じわ、シミ対策、かさつきに化粧水さっぱりタイプというのを買いました。化粧水は私以前から使っておりまして、2年ぐらい前から作っておりました。まあ今もすでに41歳になってしまったので、まあ、知り合いの社長さんから化粧水とか乳液ぐらいは使った方がいいというようなこと言われまして、こちら乳液です。使うようにしています。効果があるのかないのかよくわかんないんですが使っています。で、特にこの2ヶ月ぐらい糖質制限ダイエットをしていて、7、8キロ痩せたんですけど、痩せたらここのですね、ほうれい線がだいぶ目立つようになってしまって、別に自分の顔が見えないからも自分はいいんですけど、やっぱこういう動画を撮ったり、人に老けたねみたいなこと言われるので、ちょっとお肌に潤いが欲しいかなと思って、また買い直してみました。以前使っていたのが先週ぐらいに切れてしまったので、ようやく変えて、でまさにビンゴ、40歳からのとかさつき肌にうるさいなと思うんですけど、買ってみてこれで美肌を目指したいと思います。